はい、こんにちは、しらすかです。今回の動画のご視聴感謝してます。ありがとうございます。今回は地球人材として輝く帝王学ということで経営学講座の第267回をやっていきます。今回はやる気と刺激というテーマでやっていきたいと思います。でまず経営資源、人物金、あと時間と情報っていうのも言われますけど、人物金の中で人だけは仕事への取り組み度合いがやる気に左右されるということですよね。これが人の特徴ということがあります。物に働いてもらう、例えば今だったらコンピューターとかロボットとか、そういった機械とかですよね。機械が働く、ロボットが働く、コンピューターが働くっていった時に、やる気っていうのは関係ないんですよね。やる気関係なく、機械は働くしロボットは働くし、コンピューターは働くということですよね。でお金ですよね、お金が働くっていうのはどういうことかっていったら、投資ということになるわけですけど、投資してそのお金を投資したら、そのお金そのものはやる気によって働きが変わるってことはないわけですね。でも人は、やる気によってその仕事の取り組み具合っていうのは左右されるわけですよね。だから人はどういう時にやる気になるのか、でそれを理解した上で、組織としてはどういう働きかけをしていった方がいいのかっていうのが今回のテーマということになります。はい、ということでやる気と刺激ですよね。で個人のやる気、なぜ働くのかということですよね。でこれを理解した上で、じゃあ組織から与える刺激、どうすれば人は働いてくれるのかというのが分かってくるということになります、で個人のやる気としては大きく3つあるということです。1つは金銭的動機ですよね。簡単に言うとお金が欲しいということですよね。これが一番原始的で一番強力なんですよね。一番強いエネルギーです、動物的エネルギーというかね、食欲、性欲、睡眠欲の、食欲、っていうものに結びついてますよね。人は食べていかないと生きていけない。食べるためにはお金が必要だということですよね。食うために働くという一番動物的であり原始的でありかつ一番強い欲求エネルギーということになります。生活に必要な金銭を得たいということですよね。でこういう動機を個人が持ってるから、 だったら組織が与える刺激、どうすれば働くのかっていった時に、金銭的報酬というのは当然組織が個人に与えることができる有効な刺激ということですよね。昇給ですよね。もちろん最初個人が就職する時の最初のね、一番最初の初任給はいくらなのか、基本給はいくらなのかっていうのもすごく大事でしょうし、実際就職した後にどういう昇給の機会チャンスがあるのか、ボーナスっていうのはどういう時にもらえるのか、もしくはボーナスの金額っていうのはどうすれば増えるのか、もしくはその退職金はどれぐらいもらえるのかとかね、あとは書かなかったですけど、もし株式上場している会社であればストックオプションっていう個人が優先的に自分たちの株っていうのを買うことができる権利を与えて、会社が株式上場している会社が業績上がれば自分が持っている株の価値っていうのも優先的に上がっていくと、そういう動機づけの仕方もあるわけですよね。こういったのっていうのは一番分かりやすいわけですね。お金っていうのは目に見えるものだし、数字として分かるものだから一番分かりやすいわけですけど、一番原始的で一番強力な動機ということになります、だから個人が頑張るときにやっぱりこの金銭的動機っていうのは非常にこう大事にしていいんですよね。やっぱお金が欲しいから仕事頑張るっていうのもすごく立派なやる気だし動機づけなわけです。で組織もやっぱこういったことっていうのは軽く考えない方がいいということです。後から例えば理念とかビジョンとか出てくるんですけど、理念とかビジョンも確かに大事なんですけど、まずはここを最低限本人が満足するほど満たしてあげないと、やっぱ個人というのはやる気が出ないということになります、これが全てではないんですよね。金銭的や動機っていうのは人によって違いますから、20万円もらえないと全くやる気が出ないという人もいれば、50万円もらえないと全くやる気が出ないという人もいれば、100万円もらわないと全くやる気が出ないという人もいるので、それは人によって違うんですよね。で仮に例えば20万もらっている人はもっと大きな責任を与えて、30万でこの仕事をやってくれたら30万あげるよって言っても、もしかしたらやる気が出ないかもしれないんですよね。お金じゃなくて仕事の内容、その10万円プラスになったとしても、すごい自分がやりたくない仕事だったらやる気が出ないかもしれないわけです、次回やる予定なんですけど、お金のこの金銭的動機っていうのはマイナスからゼロの状態の時はものすごく強いエネルギーっていうのを発揮するんですよね。
でもゼロからプラスの時っていうのはね、人が思うほどそんなに強いやる気っていうのは出てこないですね。まあ、食べ物だったら簡単にわかりますよね。お腹空いてる時っていうのはもうとにかくね、何か食べたい、美味しいものを食べたいってことしか頭に思い浮かばないわけですよ。ね、もうその空腹でね、胃が鳴るような、グーって鳴るような、もうお腹空いたなっていう時に、他のね、なんかね、道徳的な立派なこととかって考えられるかって考えられないわけですね。もうとにかくお腹空いたから早く何か食べたい、ね、美味しいもの食べたいっていうことしか思いつかないんですよ。だからね、あのお腹が空いてる空腹時であれば、ね、とにかく お腹を満たしたいというふうに思うわけです。で、実際ご飯を食べてある程度満足感がある状態で、じゃあね、例えばフランスのフルコースみたいにどんどん次からごちそうが運ばれてきてね、やる気が出るか、ね、もっと食べたいと思うかっていったら、そんなでもないんですよ ね。あの空腹の時はとにかくお腹を満たしたいっていうことで頭がいっぱいなわけですけど、もう十分食べましたって言った時に、おかわりいかがですかって、こんな美味しい料理もありますよ、こんな美味しい料理がありますよって言っても、そんなにね、あの喜びを感じないんですよね、人っていうのは。お金も一緒なんです。お金も本人なりにこれぐらいはもらいたいっていう、やっぱりね、一人一人個人によってこう線があるんですよね。で、この線まではやっぱりお金っていうのはこだわるわけですよね。あの最初初任給としていくらもらえるのかとかね、基本給としていくらもらえるのかとかね、そういったのがすごくね、やっぱこだわるし、それが一番大きな、ね、原動力、やる気になるんですよね、普通の人っていうのはね。で、それはそれでいいわけです。で、それを理解した上で、組織もやっぱそれにちゃんと見合うやっぱ金銭的報酬っていうのはやっぱり準備する必要があるんですよね。なんですけど、だからといってこれを超えてね、この人はもうね、ある程度もう満足してると、まあ、結構本人なりにいいね、快適な生活をしているということであれば、例えばそれを給料 1.5 倍にしても、やる気が 1.5 倍になるとは限らないということです。むしろそのね、次の社会的動機とか自己実現動機の方が大きかったりするということですよね。はい、次、社会的動機です。一定の価値観が共有できる集団の中にいたいということですよね。まあ、人が求めている共感というものです。人はこうね、あの物理的な金銭的な満足以外に精神的な満足っていうのも求めているんですよね。精神的な満足っていうのも求めていて、それの一番の、ね、中心っていうのがやっぱ共感なわけです。同じ感情を共有したいということですよね。そうしたときに、自分と相手がね、同じ感情を共有できたときに、ね、喜怒哀楽っていうのが同じ、ね、タイミングで共感できたときに、ね、すごくやっぱ精神的な大きな満足っていうのを得ることができるわけですよね。だから一定の価値観、ね、同じような価値観が、ね、みんな持ってる人の中で、ね、あ、分かる分かるって、ね、嬉しい、楽しい、悲しい、ね、っていう、ね、そういう喜怒哀楽っていうのを共感できた時に、人っていうのはすごく喜びっていうのを感じるし、やる気っていうのが出てくるということですよね。いや、みんなのために頑張ろうとか、仲間のために頑張ろうとかね、この会社のために頑張ろうとかっていうのが出てくるわけです、ね。その集団の中で注目や評価を受けたい、これは自己重要感ですよね。自分は自分のことをね、尊重したいし尊敬したいわけですよね。自分はこの社会の中で重要人物だというふうに思いたいわけです。自己重要感を得たい、自分はこの会社の中で、もしくはこの社会の中で自分は重要な存在なんだっていうふうに感じたいわけですよね。で、それを感じることができるようであれば、やっぱその時にやる気っていうのが出てくるということになるわけです。あ、自分はこの会社にとって重要な存在なんだと、自分はこの社会の中で重要な存在なんだっていうふうに感じられた時に、人はやる気っていうのを感じると、ね、出てくるということになるわけですね。あとは権力を動かしたいということですよね。まあ、これも自己重要感の一つだと思うんですけど、やっぱり自分がね、何らかこう大きなことをやりたいとかね、人を動かしたいとか、まあ、そういう欲求ですよね。まあ、これも昔からずっとあるわけですよね。権力欲とかね、いうのもあるわけです。で、そういったものがあるということです。で、これを、ね、個人が持ってる、こういう欲求を持ってるからこそ、まあ、組織としてはね、それを与えていくということは大事になってくるわけですよね。やっぱり人の、ね、仕事の成果っていうのはやる気に左右されるのであれば、そのやる気を引き出すための刺激っていうのを組織が、ね、率先して与えていくっていう必要があるということです。ね、単純なんですけど、理解する、認める、褒めるということですよね。相手の話を真摯に聞いて、相手がね、どういう考え方で、どういう感じ方をして、どういうね、今気持ちなのかっていうのを理解に努めるとね、相手が理解されたっていう思うだけで十分ね、あ、この人は自分のことを本当に理解してくれたんだっていうことで、ね、すごく精神的な大きな満足を得るってこともあるし、ね、自分のことを見てくれているとね、しっかりと見てくれているっていうことで認めるっていう部分ですね。あとはもうね、ものすごい単純なんですけど、実はね、こういったのはすごく
やっぱ大きいんですよね、褒めると。で人はね、褒めちゃいけないゲームをしてるかっていうぐらいね、めったに人のことを褒めないんですよね。それぐらい当たり前だというふうに思ってるので、その当たり前の基準が高いんですよね。当たり前の基準が高いからめったに褒めないんですよ。でみんなね、当たり前当たり前当たり前と思ってて、なんかね、あの欠点をどうやったら指摘されないかっていうね、こう欠点を指摘されるのをすごく怖がりながら生きてるっていうところがあるんですね。だから褒めちゃいけないっていう決まりはないのに、本当にみんな人を褒めないわけです。だから誰からも自分はね、全然ね、1日に1回も褒められないってことは全然あるわけですよね。でそこでこうね、やっぱり何らかその仕事に対してね、頑張ってるとか成果を出したということであれば、褒めるっていうのはね、そのやる気を引き出す動機づけとしては実は結構大きいんですね。あとはその魅力あるリーダーと、ね、時間を共有できる場を作るということですよね。なんか例えば自分の、ね、上司は自分にとって憧れの存在だとか、あの社長が自分にとって憧れの存在だ、自分はあんな上司になりたい、あんな社長みたいになりたいっていうのがもしあれば、その人が、ね、相手と、ね、時間を共有して、じゃあ一緒にご飯を食べようとかね、一緒に飲みに行こうということであれば、その場をきっかけにして相手はね、やる気を出していくということがあるということですね。これもその人がね、憧れてる人じゃないとダメだということですよね。もう嫌な人とね、一緒に時間を共有してやる気っていうのは出ないわけですから、あくまでも何らかね、成果を出している実績があるとかね、まあ、社会的な地位を持っているとかね、何らかその魅力がある人がいるならば、その人が自分の時間っていうのを投資して相手と時間を共有すると、そのね、共有してもらった相手はそれをきっかけによし頑張りますということでやる気を出すということになるわけですね。あとはその気心の知れた仲間と安心感を感じられる場を作る。まさにこれですよね。一定の価値観が共有できる集団の中にいたいと、人はね、同じ感情を共有したいという、そういう願望を持ってますから、だからやっぱりね、ちょっとね、ざっくばらんにね、話ができる仲間っていうのがいて、自分はこのね、社会、この会社、このグループの中でね、いて居心地がいいなと、気持ちがいいな、心地いいなというふうに感じられる場っていうのがあると、でその時にね、よし、じゃあまたね今日はすごい楽しい時間を過ごすことができたから、また明日から頑張ろうというふうに、まあ、やる気っていうのが出てくるきっかけになるということです。あとはね、地位、権限、権力を与えると、ね、本人のその権力欲とか野心とかね、野望的なものっていうのをこう満たすということですよね。やっぱり人はね、何らかね、みんな平等だと思いながら、やっぱね、どっかで、ね、自分は上から下をね、見下ろしたいとか、もしくはその人を動かしたいとか、そういう欲求っていうのを持ってるんですよね。戦国時代のお殿様はね、自分たちが競ってね、どんどん立派なお城を作って、さらにね天守閣っていうのを作ってね、すごい高いところから自分がね、治めている領地っていうのをね、高いお城からこう見下ろすというのをやってたわけですよね。でそれが今だったら高層マンションとかね、すごいね、地上何階、70階の、ね、ビルとかね、そういった形で今変わってきてるわけですけど、やっぱそういう欲求って持ってるんですよね。高いところから下を見下ろすっていうのはやっぱ気持ちがいいわけですよ。でやっぱそういったのをやっぱ否定しちゃダメなんですよね。やっぱそういう欲求っていうのも必ず人は持ってるから、だからやっぱそれに対して、例えばね、主任に昇級、昇進、ね、係長、課長、部長、ね、取締役常務、ね、社長みたいな、まあ、そういうこうね、地位っていうものですよね。もしくはその権限ですよね。これをやっていいよと、あなたの権限でこれをやっていいよという権限だったり、あとは人を動かす力、権力だったり、まあ、こういったもので会社から与えられるものがあるのであれば、ね、しっかりとその相手の正当な成果に対して与えると、やっぱり本人は、ね、昇進できた、ね、っていうことで、やっぱりやる気になるということが出てくるわけですね。最後は自己実現動機ということになりますね。この自己実現動機で人が生きられるようになると、もうあんまりね、外から ね、刺激っていうのがだんだん必要なくなってくるということなんですよね。まあ、これが一番高次、一番レベルが高い、ね、この金銭的動機っていうのは、まあ、動物的本能、食欲、性欲、睡眠欲っていうのに直結していて、まあ、一番原始的で動物的でありながら一番強力なエネルギーなんですよね。でこの自己実現動機というのはもう人間だからこそですよね。まあ、人間だからこそ持ち得る、もう単純に自分の成長というものが喜びであるという、そういう動機ですよね。もう単純に自己を成長させたいと、ね、生きている限り自分というものをどんどん、ね、存在として良くしていきたい、ね、そして社会的使命感というのを満たしたいと、
ということですよね。まあ、自分はもうね、何らかこう社会のために貢献して、ね、あの人や役に立ちたい、ね、地域のために社会のために役に立ちたいということですよね。まあ、これはね、動物では理解できないと思うんですよね。え、何のためにって感じだと思うんですけど、人間にはこういうね、工事の動機というのを持っているということです。でそうすると、まあ、給料がある程度満たされて、なんとなく仲間もいるんだけど、どこか満たされないってなると、こう自己実現動機が満たされてない可能性があるわけですよね。自分には自分にしかできない何かがあって、それがね、今やることができてないから、すごくね、まあ、金銭的にも、まあ、まあ満たされてて、地位も与えてもらってるのに、なぜか何かやる気が出ないっていうのは、やっぱこの自己実現動機が満たされてないということがあるわけですよね。まあ、究極的にはね、やっぱ自己実現動機を満たすためには、やっぱね、自分が独立起業してやっていくっていうしかないわけですけど、ね、あの会社はね、その一人一人の自己実現欲求を満たすために存在してるわけじゃないから、ね、どうしてもね、あの自己実現をしたいと、ね、これは自分にしかできない何かがあって、それを通じて自分はやっていきたいということであれば、もう自分は独立起業するという、まあ、究極的には独立起業しかないわけですけど、まあ、人はこういう自己実現動機っていうのを持ってるからこそ、まあ、じゃあ組織としては何ができるのかと、ね、最大限その自己実現動機っていうのに、ね、応えるために何をすることができるのかって言ったら、やっぱり理念やビジョンなどに対する共感っていうのを引き出すということですよね。会社っていうのは今ね、こっちの方向に成長を目指してますと、繁栄を目指してますと、ね、これ会社の 目標ですよね。でこっちに行きたいっていう人だったら、もうどうしようもないわけです、ね、これはこの人はもうね、最終的にはこの組織から出るしかないわけですよね。でもこういう人だったら、ね、自分の自己実現の方向もこっちですと、で会社もこっちに向かっているということであれば、で自分の成長は会社の成長につながるし、会社の成長は自分の成長につながるということで、同じ方向っていうのを感じることができたならば、それは自己実現動機を満たす、ね、プラスの刺激になるわけですよね。だからうちの会社っていうのはこういうことのために存在していて、ね、中期的にはこういったことを達成していきたいんだということを、まあ、経営者、会社のトップが話したときに、まあ、自分も同じような方向を考えていたということであれば、ね、これは共感が生まれるわけなので、結局会社の成長を通じて自己実現動機っていうのを満たしていくということができるわけですね。あとは責任と権限を与えて満足感を得るということですよね。やっぱりね、人はやりがいがなくもね、例えば機械でもできるとかね、ロボットでもできるとか、ね、自動販売機でもできるようなことをやっても、やっぱりなかなかね、自己実現動機、これこの仕事は自分にしかできない、自分の一番やりたい仕事だっていうふうにやっぱ感じられないわけですよね。だけどね、だん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 この人が仕事を一生懸命やって、ね、成果を出してきてね、どん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 地位が上がってきたりね、役職、あ、責任ある役職っていうのを与えてもらえたならば、逆に言ったら会社からしたらそれを与えたならば、あ、この仕事っていうのはやっぱり自分がすごく重要人物で、自分がすごい鍵になっているから、自分がやっぱり頑張ろうとね、いうことでこう自己実現動機っていうのにこう働きかけるということがあるわけですね。やっぱり責任と権限っていうのをセットで合わせて、ね、これだけの責任を与えると、その代わりこれだけの権限を与える、人の金を動かす、ね、力っていうのも与えるということで、相手のね、まあ、やっぱその人のやりがいがある、いや、これはね、機械でもできるとか、これはロボットでもできるとか、これは誰でもできるっていう仕事じゃなくて、他の仕事っていうのを通じて相手の自己実現動機っていうのを刺激するということですよね。あとは能力開発の機会を与えるということですよね。まあ、例えば研修とかね、まあ、もしくはその何か個人がね、会社の、ね、業績に関係あるような資格を取りたいって言った時に、会社からその資金っていうのを援助してあげるとかね、まあ、それこそ研修とかセミナーとかね、あのみんなで、ね、学ぶ合宿をやるとかね、まあ、そういうこうね、その人の能力開発の機会っていうのを与えることで、まあ、自己実現動機というのに刺激を与えていくということになるわけです。まあ、今回の動画講義のポイントとしては、個人のやる気、なぜ働くのかっていうのに、金銭的動機、社会的動機、そして自己実現動機というのがあるのであれば、組織としては、ね、どうすればじゃあ人は、ね、動いてくれるのかっていったときに、それに応える金銭的報酬、そして社会的な評価、そして自己実現の場の提供ということを常に、ね、考えて、そして実践していく必要があるということですね。まあ、その個人がやる気っていうのがすごく低下していると、どうしても仕事に対しての、ね、成果っていうのも小さくなりがち、逆にその本人のやる気っていうのを、ね、何らかの その組織的な、ね、取り組みによって上げていくことができたならば、
ね、結局個人というのはやる気によって大きな成果というのを組織のために出してくれるようになるという話です。はい、今回の動画がですね、あなたのお役に立ったということであれば、ぜひグッドのボタンを押して応援していただけると嬉しいです。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。そして現在ですね、メルマガ登録していただいた場合は特典教材をプレゼントしていますので、ぜひこの機会にメルマガを登録してください。はい、最後までご視聴くださり感謝してます。ありがとうございます。白坂慎太郎でした。それではまた。